第64号紹介特務艇は、日本海軍の未成特務艇。第1号型紹介特務艇の28番艇。マル計画の特務艇。第2121 21号艦型の64番艇。仮称艦名第2184号艦として計画。1944年11月5日。 第64号紹介特務艇と命名されて第1号型紹介特務艇の25番艇に定められ本席をマイズルチンジュフと仮定。1945年4月2日、株式会社佐賀造船鉄工所で浸水。5月25日、船体外製により佐賀造船鉄工所からマイズル海軍工渉へ引き渡し。29日、 偽装員事務所を舞鶴海軍港省内に設置し事務開始終戦時未制8月17日工事中止が発令され工程99%で工事中止戦後は舞鶴港内に係留され部品取りとして使用される1947年1月27日舞鶴地方福員局所管の特別輸送管に定められ 艦名を聖徳台64号と解消し、特別保管艦に指定される。2月1日、行動不能鑑定に定められる。4月15日、特別輸送艦の定めを解かれた。11月22日、在東京アメリカ局東海軍司令部から、本船の漁船への改造許可が出された。その後の消息はつまびらかではない。撮影日不明のため、 冠名は聖徳第64号の可能性もある。a b 進捗率は福井静雄を昭和軍艦外史 3P66 によるが、同ページにはごく大体のものと注意書きが添えられている。本来の定位名表記は第64交渉会特務帝。本帝が特務帝類別東級別表に搭載された1944年11月5日時点で、 第27号紹介特務艇、第33号紹介特務艇、第34号紹介特務艇が、同票未搭載のため、1944年11月5日、時点で、法令上は25番艇、これら3席を含めると通算で28番艇となる。ありがとうございます。